はい、こんにちは。シードポットの小島です。今日はですね、7月の今まだ上旬なんですけれども、とても暑いですね。この暑い夏、洋蘭にとっては大変苦しいですので、今回はですね、洋蘭の中のシンビジウム、これを取り上げまして、現在シンビジウムがどういう状態だといいのか、またはどういう状態だと何か手ほどきをしなきゃいけないとかですね、そういう株のチェックを今日はして、こういう株は咲かないかもしれない、こういう株は咲くかもしれない、まあ、そういう検証をですね、今日はしてみたいと思いますので、ご覧大好きな方、園芸好きな方もですね、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。それではですね、株を一つ一つ確認していきましょう。今私の前にあるこの二つ、この二つは比較的いい状態の株です。何がいいかって言いますと、この前年の株、これこちらですね。こちらが今年伸びている新しい新芽。これもぐーっとよく伸びてます。そして、この前年の株もバルブがしっかりして、新芽が一本ですね。こういうような状態だと非常に咲きやすくなります。で、こちらもそうですね。こちら、前のバルブ。で、今、ここにですね、新芽が一つ伸びてます。この一つ伸びてる新芽、前のバルブ、その後ろにですね、まだ三つ四つバルブがあります。こんな感じですね。で、こういうようなものは比較的開花しやすいということになります。それに比べてですね、こちらの株ありますでしょうか。今ここにですね、新芽が一つ。ちょっと絞ってみますよね。ここに一つ新芽があります。そして、こちら。ここにも一本新芽があります。そして、もう一つ。こちらですね。ここ。ここにも新芽。また、この後ろ。ここにもまた新芽があります。まあ、合計このですね、サイズの6号鉢。まあ、5.5 から6号鉢ですね。これぐらいの鉢で新芽が4つも伸びています。こういう場合は、よっぽどこれからうまく育てませんと、4つの芽に花が全てつかない可能性も出る。春によくですね、お伝えしているのは、新芽がですね、これぐらいの株でしたら、2本いいものを残して、あと取ってください、ということをよくお話しして、芽かきの話ですね、してましたけれども、今回そのまま芽かきをせずに4本伸ばしてしまいました。この場合はですね、もうこれだけ芽がですね、大きくなりましたので、まあ今からちょっと芽をかくっていうことはですね、非常にしにくいので、じゃあこの株これからどうしようか、ということになるんですけれども、非常に株はしっかりと、株元もしっかりしてます、勢いもありますので、とにかくこれからですね、9月頃まで肥料、水たくさんあげてください。特に肥料はですね、置き肥え、これは月に1回ぐらい取り替えていただく、そして液体の肥料、それをとにかくこの夏、7月、8月、9月、この3ヶ月間ですね、とにかくたくさん週に1回あげてください。別に薄める必要はありません。まあ、よくですね、夏にですね、肥料を薄めたり少なくした方がいいという話聞かれる方多いと思いますけれども、この夏、ご覧のようにですね、今ぐんぐん伸びてます。この伸びてる芽をしっかり育てなきゃいけない。そのためにはやはり肥料が必要ですので、とにかくこの夏、多少普通にあげてもですね、根が傷むってことはそうありません。とにかくこの夏、成長するときにしっかりと肥料を、特に液肥ですね、肥を十分にあげて、とにかく株を育てる。秋にこの元がしっかり膨らむと花が咲きやすくなりますので、こういうその芽かきをちょっとね、逸してしまったもの、芽がいっぱい出ちゃったものは、とにかく肥料をたくさんあげるということに気をつけていただければいいかなと思います。今度はですね、状態の良くない株、これをちょっとご用意しました。こちらを見ていただくとですね、この鉢に対して株がこれだけしかないんですね。どういうことかっていうと、もうこちらの後ろの方腐ってしまいました。まあもうこれ植え替えをですね、ちょっとしばらくしてなかったり、水も肥料も十分にあげなかったということが言えると思うんですけども、この場合ここに新芽が残ってます。まあ、これはおそらくもう咲かないですね、今年は。そして来年ですね。ただこの今伸びてるこの新芽、これをしっかりと先ほどのように水肥料をたくさんあげて、これをできるだけ大きくしていくと、再来年の開花に結びつきますので、とにかく今伸びてる芽、これは来年開花しないかもしれませんけども、しっかり育てていくということを心がけてください。
で、こちらの株もそうですね。もう同じように鉢に対して株が少ないですね。これは植えた時に株に対して鉢が大きかったってことが言えるんですけども、またこの後ろの方ですね。こちらの方が腐ってしまう。で、ここに一部分残った。で、これも今新芽が伸びてますので、しっかりと水肥料をあげてください。で、これに比べてこちら、なんだか悲惨なことになってますね。ちょっとこれ見てください。二つに分かれてます。こちらとこちら。鉢が大きいですよね。で、これ実は、もともとこの真ん中にも株がありました。ところが、真ん中が腐ってですね、両サイドに分かれてこちら。これなんかひどいですよね。もう、かろうじて根がくっついて、今多分引っ張ればこうやって取れてしまいます。まあ、この取った根すらもですね、こちらです。こうやってもう、こんな風にね、根がほとんど死んでます。で、これもまあ一応芽は伸びてますので、これは後で植えてちょっと回復させましょう。で、こちらもですね、芽は伸びてますけれども、もうこのまま、この場合はですね、一応株ががっちりしてます。この場合ですね、しっかりしてます。この場合は、こちらの芽をですね、この状態でこの夏秋にかけてこれを育てましょう。これもちょっと今年は開花難しいかもしれませんけども、これをしっかり育てて再来年に向けてですね、丸を作る。で、この株はですね、秋お彼岸過ぎから10月頃にこれは抜いて鉢をね、小さく、これぐらいの鉢にですね、小さくしてあげるといいと思います。さて、今度はですね、これいい芽が伸びてますよね。これね、素晴らしいです。ところが、株元がご覧のようにグラグラです。これではね、今後よく育たないんですね。で、現在その夏ですので、あんまりその植え替えというのは今やらない方がいいです。洋蘭のほとんどこの夏の植え替えというのは株が消耗しますので、とにかく根を基本的にいじらないというのが基本になります。ところが、ここで考えなくてはいけないのは、じゃあこのままほっといていいの？こんなにグラグラしてて根が悪いですね。で、これはね、ほっとくとますます悪くなる。これも、もうね、もう、ほらほら、取れちゃいますよね。何にもしないでも引っ張れば取れちゃう。で、この場合どうするかっていうと、夏ですけども、植え替えます。で、植え替えて、その後、本当に日の弱いところに置いて、あまり強い光を当てずに、この夏を過ごします。そして、秋からまた新たに強い光を当てていく。夏の処理ですね。まあ、本来植え替えは夏しないんですけれども、こういうようにもう根がですね、悪くなったものに関しては植え替えましょう。最後にこの株見てください。こんな大きな鉢で、今ここにですね、なんとなく塊が3つですね、こうあります。まあ、よくこういう株見かけるんですけれども、もともとはもっとね、しっかりと大きなバルブがあったんですね。で、いつの間にか水のやりすぎとか寒さに当たったとかですね、何かの病気とかでこの辺が腐ってしまいました。この場合はそれぞれ株がですね、さっきみたいにこう抜けるような状態ではないので、ここに新芽、ここに新芽、ここに新芽とそれぞれ3つに分かれて芽が出てます。で、この場合もとにかくこの夏このまま育てる。で、水も肥料も普通にたくさんあげます。そして秋にこの新芽の元が膨らみます。そうなった時に、来年は花は来ませんけれども、秋になりましたら、これをまた植え替えをしていただく。で、小さい鉢にそれぞれ、この3つをですね、それぞれ植えていただいて、また新たに小さい株から栽培をスタートする。この場合には、この夏、いじらずに、そのまま管理していただくといいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。皆さんのところのですね、新芽よく見比べていただいて、今どういう状態なのか、手をつけた方がいいのか、とにかく水肥料ですね、たくさんあげた方がいいのか、確保しながらですね、判断していただければなと思います。特にですね、夏の間、まあ、今年は猛暑ですけれども、夏そんなに肥料をですね、控える必要はないと私は思っております。控えるとしたら、置き肥は少し控えめにして、液肥はもう週に1回十分に通常倍率で、新芽の場合でしたら9月いっぱい与えていただいていいと思います。この夏、とにかくこういう風にですね、ぐんぐん芽が伸びてます。
この伸びてる芽をですね、いかに育てるかというのはこの夏課題になりますので、しっかりと秋までこの芽を伸ばして、来年または再来年のですね、開花につなげていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。